こんにちは。 YouTube を簡単に使いこなしていますか？ YouTube スタジオに新しくチャンネルのカスタマイズが追加されました。 YouTube のマイチャンネルのページです。ここにチャンネルをカスタマイズのボタンがありますが、これまではね、このボタンを押すと前の古いね、YouTube の、マイページの、画面で、チャンネルのカスタマイズの設定を行ってましたが、つい最近からね、これが、YouTube スタジオの方に、リンクされてます。クリックします。はい、こんな感じでね、チャンネルのカスタマイズということで、この YouTube スタジオの収益受け取りの下にカスタマイズという項目が追加されています。ここではね、以前行ったようなことがここではできます。まず上から動画のスポットライト、ここはね、チャンネル登録していないユーザー向けのチャンネル紹介の動画をここで変更削除することができます。その下がチャンネル登録者向けのおすすめ動画、ここもね、同じようにこのボタンで動画を変更削除することができます。その下、注目セクション、ここですね、セクション括弧最大10個までを使用してチャンネルホームページのレイアウトをカスタマイズできますって書いてますね。このセクションは何かというと、まあ一つの再生リストとかでね、構成されているもので、ここも10個私も作っているんで、はい、こんな感じでね、これを移動することができます。この、一番最初にあるこれ横に棒が2個並んでいるボタン、ここにマウス持ってきてドラッグしてずっと下まで行くと線が出ますよね。線が出ますんで、ここで指離すと、はい、これ入れ替わることができます。で、はい、元に戻すこともできます。はい、そしてもうこのセクション必要ないなと思ったら、このオプションで、セクションを削除することができます。削除してまた新しく追加するときにはこのボタンがね、青くなります。今9個1個減らしたんで9個になってるんで、あと1個追加できますよということなんでね、セクションの追加をクリックします。はい、そうしますと、何にしますか、まあ、主に再生リストなんですけれど、動画もできます。チャンネルもできます。まあ、今回はね、また再生リストにしましょうか。ここで再生リストをね、選ぶことができます。さっきの再生リストはあるかな、日南線、あ、これかな、日南線のやつ、はい、でクリックすると、はい、この下に追加されますんで、まあ、これを移動したいなと思ったら、最初の方にマウス持ってきてドラッグして、移動することができます。はい、これがレイアウトのタブです。あ、他にもねあります。ここ注目チャンネルの表示位置が移動します。2020年10月15日以降、注目チャンネルはチャンネルのホームページの新しいセクションになります。チャンネルにこのセクションを追加するとモバイルデバイスを使用している視聴者には今すぐ表示されますって。これ何かというと、ここですね、この、チャンネルタブのここの自分の、関連するチャンネル、これが、セクションに追加されますということです。これで今やってみましょうかね。今すぐセクションを追加、はい、画面切り替わりました。で、これセクション内のチャンネルってあるんで、これをこっち側に移動するのかな、というわけでもないですね。あ、これどうやるんだろう。セクション内のチャンネルって書いてるけど YouTube のチャンネルを検索するわけないんですね。とこれ、あ、ここでチャンネルをなんか調べればいいの。 CMM2、 ありますね。あ、これあります。ここにもありますんで、もうこれはいいのか。他の方のチャンネルを追加するっていう場合に、まあ、利用するのか。だから私のチャンネル、これにしましょうか。で、これ、完了すると、ここに追加されましたね。はい、注目チャンネルで追加されましたんで、
これさっきのセクション10個あるのとはまた別個に1個追加されますんで、これずーっと上に上げようかな。ずっと上げて、これもずっと上げて、このチャンネルも注目してねーということで、まあ、この付近に上げておきましょうというふうにして、チャンネルも、セクションに追加することができます。はい、そして、ブランディング、あ、ここでね、あのチャンネルアイコン、プロフィール写真を変更することができるようになりますね。ここに変更削除ボタンがありますんで、ここで操作をやってみてください。あとチャンネルアートと言われていたバナー画像もここで変更削除ができます。そして動画の透かしもここで変更と削除を行うことができます。そして基本情報をクリックします。ここでチャンネル名と説明を変更修正することができます。この鉛筆マークをクリックするとチャンネル名を編集することができるんですね。はい、これはいいです。はい、そしてずっと下行くと、これは説明欄ですね。そしてチャンネル名と説明の翻訳って英語って書いてますけどね、他の言語も追加することができるようです。あとリンク、このリンクっていうのはここですね、この概要欄のところにリンクがありますね。このリンクです。このリンクはこのチャンネルアートの右側にもついてますよね。はい、そしてバナーのリンクとかあります。連絡先情報は、これはこの概要欄のこのメールアドレス詳細のことですね。はい、ということでこんな感じで基本情報、ブランディング、レイアウトをね、 YouTube スタジオの中のカスタマイズで変更することができます。今設定いじったんで、これ公開をクリックします。はい、これで変更内容が公開されましたということで、はい、 OK です。はい、さっきの注目チャンネルなんですけれど、はい、ここにありますね。市民メディア名略 CMM チャンネルで関連するチャンネルがここに表示されてます。あとはセクションがね、ずっと表示されているという感じになってますね。はい、今回は YouTube スタジオに追加されたチャンネルのカスタマイズについてお話をしました。まだね、すべてのチャンネルには対応していないと思います。これから順次すべてのチャンネルに適用されていきますんでね、しばらくお待ちください。はい、ということで今回この件で失礼します。 YouTube に関すること、作ってほしい動画ございましたらね、コメント欄の方にリクエストを書いてください。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。